はい、皆さんウィンゴルフオープンについて、ご報告があります、はい、ちょっとね変更したことがありますので、うんはい、9月29日船橋カントリークラブを、まあ、第1回目として、うん開催すると発表したんですけれども、うんはい新型コロナウイルスの影響でですね各大会はですね10組限定といたします、はい、だいぶちょっと少なく、ねうん、なっちゃうんですけどプレー後のパーティーだったりとか、参加者全員の写真撮影、うん、あと私たちリンゴルフ女子との、写真撮影も、残念ながら中止とさせていただきます、はい、で竹内オーナーから、ミッションヒルズカントリークラブ招待すると、うんうん、あったんですけれども、ねそれについても、3名変わらずご招待させていただくんですけれども、うんその招待者の選択方法の詳細についてはミンゴルフオープンの大会概要から、ご確認をお願いいたします、はい、なるほど、はい、ということでですね、うん、ちょっと人数は減ってしまうんですけれどもだいぶちょっと、うんまあ、少なくなりますが、はいまあ一応ミンゴルフオープンは、まあ、こう結構っていうそうですね、ですね、はい、9月29日から、うん今年は4会場、うんうん、そして来年含めて全部で20会場を今予定しています、うんうんはいはい、またリンゴルフの、まあ、ポロシャツとかグッズとかも、用意していますので、うんうんうん、またそれもね、なんだろう届いたらというか決まったらまた動画でご報告させていただきたいと思いますね、うん、それは楽しみうんちょっと今年はちょっと人数少なくなっちゃうけど来年は少しね人数が増えて、うん、なんか前みたいに写真とかも撮れたらね、うん、そうだねいいですね、うん、はいということで皆さんご応募お待ちしておりますよろしくお願いします、お願いします